よ、この後ろの釣りは。釣りは、これは僕が作った単純に、AI で作ったやつですよ。ああ。はい。で、俺の X を今作ってんねんな。X は、そうですね。まだ、ごめんなさい。アカウント登録もしてないから、これはしますけど。はい。そんな感じで、はい。もうライブ配信を始めてるんですけど、いつもの通りに、やりますが、はい。今日は、ちょっとライブということで、初めてこんな時間にね、朝早くからですね、ライブをスロットしてるっていうですね、オチですけどね。はい。今日は何日かな、はい、8月の5日ですね、5ですね、5、5、5。8月5、5日です。5、5、5。8月5日でございますと。なんかちょっといつもと違うからちょっとやりにくいけど、これ。まあ、ええわ。ちょっと新しい挑戦してみましょう、新しい挑戦。昨日、ボート、船給油したよな、油。ああ、そうなんですね。はいはい、まあ、軽油やけどな。軽油、はい、はい。ディーゼルやからな。はいはいはい。何リッターやったかな ?1640リッター。ああ、そうなんです。あ、結構ね、本当に水大、船大好きだよね。これ見てる人多分思ってると思うぞ。1640リッターって何やそれみたいな。そうそう。もう3人も今日今行ってる。車ない分なんやみたいな。3人を見てくれてます。一応3人見てくれてます。あ、早く。4人やった。ああ、面白い。はいはい。そう見てくれてる人に説明すると、ここに隣にいる人はまっちゃんっていう方で、まあ、簡単に言うと釣りのスターですよ。はい、世界スターですね。免税券使ってないから、免税経由ってらんねんけど、それ使ってないからな、俺、不税事務所に届け出してないからな。はいはい、1640リッターで経由1640リッター入れて、立ち会い手数料っていうのを取られて、はい、30万油代。マジでかよ、油代だけで30万なの。いやでもまあ、びっくりするわ、もう油高くて。でももっと、もっと高いじゃん。通常、まっちゃん、なんだろう、釣りの船で考えると。この原油の高騰はちょっと疲れるな、ほんま。ああ、なるほどね。うん、今度あれしようか。ちょっと、あれしようか。みんなで集まってどっか行こうか。あ、10月に、江ノ島の釣りをね、いやいや。江ノ島ね、どこだっけ。江ノ島ってどこやそれ神奈川やろそれああそうね。クルージングで、まあちょっと遊びに行くか。釣りもさせてあげるし。あ、淡路島ですね。まあ、淡路島に一日行こうっていう話で。まあ、私料理得意ですからみたいな人欲しいな、ちょっと。それ10月に行くので、それに向けて、ちゃんとこう、ライブ配信でファン化をしてようかな、みたいな。そういうの。料理人、そうやな。はい、ちょっと料理人。どういう人に来てほしいんですか？どういう人に釣りに来てほしいの？クルージングのところに来てほしいの？なんでもいいよ。私こんなん好きですから、料理好きですからとかな。うん、なんでもいいよ。うん、まあ、多分、ま、真昼間の平日の時間にはなると思いますけどね。あ、油高いの疲れるわ、ほんと。前は。はいはい。はい、8月5日です。ございますと。うんうん。中東はやな、地球のニュースは。うん。だから、最近の面白いニュースありますか？面白いっていう話じゃないやろ。もう予言の世界になってきたやろ、中東は。そうです。聖書の、予言の世界になりましたか。聖書のあれですよ、週末の世界ですよ。にだんだん聖書通りに行ってんのよ、これ。聖書通りに行ってるんです。そうですよ。だから、はい、あそこ。前から言ってるよな、イラン引っ張り出そうとしてるよね、一生懸命。そうでしょ、うん、でね、イランっていうのはあれ、聖書に出てくるペルシャですからな。うん、歴史の古い国ですかな、イランっていうのは。あれがペルシャですよ。でね、あれを引っ張り出さんと予言を成就できへんわけですわ。ね、まあ、だから、前の、今の前、この間選挙で新しい大統領に変わったけど、前のライシ大統領なヘリ落ちたでしょ、はい。で、あの後、新しい大統領になって、所信表明演説みたいな、要は大統領、新しい大統領変わりましたみたいな時に出てきとった、うん、あれ何やったっけ、ハマスの最高指導者、あの人名前忘れた。ハマスの最高指導者ですよ。あの人殺されたでしょ。ああ、はいはい、それで、半年ぐらい前には、なあ、うん、大使館爆破されたりとかな。なんかずっとやっとったやろ、イラン。でも、まあ、それも我慢してるんですよ、イランは。一生懸命だから。ただね、国民感情が許さんのでな、今回も。やっぱり。なるほどね、うん。ハマスの
うん、そうそう、あのトップが殺されたと。ね。で、国民感情としてはもう怒りまくってるわけですから、ガス抜きせなあかんわけよ、イラン政府。なるほど。はいはい。うん、だから、ただ、ガス抜きせなあかんから、イスラエルには何発か撃ち込まなあかんねやろうけど、はいはい。前回もやってたけど、人間には当てへんのやと。もう避難せえと。避難してくれと。で、ここに撃つからみんな避難してくださいね、みたいな。で、いや、まあだからそんな感じで、ね、一般の民衆には被害及ばんようにするという形で、なんか我慢はし続けてるんですよ。なんで、口先では攻撃するぞ、攻撃するぞって言ってるけど、まあなんとか踏ん張ってる。うん、で、まあ、イスラエルはイスラエルって、あれですよ。なんとかしてこの火種予言を成就させたいんでね。うん、レバノンに戦線かく、あのレバノン南部、うん、あそこに打ち込んでるでしょ、うん、砲弾をな。はいはいはい。で、あそこは、あれですよ。あの、はい、あそこの軍あの レバノンの、なんていうかな、あの、まあ、ほぼ正規軍に近いけど、ゲリラでもないです、はい。テロリストでもないし、正規軍ですよ、ほぼほぼ。最高の、はい、最高の実力のある軍隊が、ヒズボラですよ。はい、ね、うん。で、あのヒズボラの後ろについてるのは、イランですからな。あのね。そういう、うん、だから、このヒズボラがもう、構え出してきたってことですかね。なんで、今度イランがね、まだ我慢してんねんけど、はい、イランが出ていくと、イランがやるということになると、はい、一緒に俺らもやるぞって言ってるのが、うん、トルコなんですよ。トルコ、おうおう、うん、まあ、半分 NATO に足突っ込んでるような、半分ブリックスのような、なんかようわからんような、うん、ね、うまいこと立ち回ってる、まあ、地政学的にもややこしい場所にあるんで、はい、だから、強いからな、トルコ軍っていうのは。だからこれ、イランが出ていくと、トルコも一緒に出ていくんですよ。ですか？なるほどね。ですか、うん、これが予言にの中身なんですよ。なってるんですよ。あ、もう。で、最後にロシアが出てくるってことになってるんですよ。予言ではね。予言ではね。で、最終決戦で、イエス・キリストが再降臨すると。要は終末ですよ。新しい時代が、なんていうかな。降臨するってことゲイス・キリストが再降臨して、新しい、うん、新しい、地球が新しくなるみたいな。まあ、だから、これな、そのまんま字で言ってる。まあ、だから、はい、予言を上、まあ、その、あの、終末論中のキリスト教なんか、まあ、そんな世界的にはキリスト教の信者ってそんなにおれへんねんけど、数は。うん、うん。うん、まあ、イスラムの方が多いんやけどな。この終末論っていうのを本気で願ってる人たち、うん、っていうのがやっぱおるんですよ、いっぱい。なるほどね。だからそれはそうならないと、うん、成就しないといけないからそうしてんのか、うん、それかそもそもそういう集合意識みたいなものがそうなってんのか。集合意識が多いね。それか宇宙の仕組みがそうなってんのか、俺にはようわからねえけど、とにかくその方へ動いていってる？これ。まあまあ、結局でもよくまっちゃん言うじゃなくて、宇宙から全部入ってくる。宇宙。いや、わからんねんけど、無理やりやってる感はあんねんで、ただ。うん、もう無理やりやってるんですよ。何が何でも戦わすぞと。あ、で、アメリカの、その、駆逐艦も空母も大量に出張っていってるからな、やっぱりな。アメリカ、もうイスラエルじゃないよ、これ。イランとアメリカの直接戦争ですよ、これ。アメリカそんな力ないけどな、もう。ああね、そうね。力ないけど。今構え出してるっていうのは、そういうか、アメリカ直接出てきてますよ、あれもう。いや、うん、いや、もう、拉致が上がらなくなってきたから、あの、まあ、それと体力が。いや、拉致があかんじゃなしに、無理やりやらそうとしてますよ、だから。無理やり？ああ、何が何でもやらすんやと、イラン引っ張り出すんやと。いう感じになってきましたな。ね、アメリカもね、なんか、ね。うん、だから中東っちゅうの、本当にもう、みたいな。で、この間 FOMC があったでしょ、アメリカは。で、はい、利下げを見送ったと。まあ、で、まあ、前からこの動画で言ってるように、9月には必ず利上げしてくるんです。それ 0.25 なんか 0.5 なんかわからんけど、ひょっとしたら 0.75 っていう可能性もあるんですけどな。うん、ちょっと大幅に利上げしてくると思う、利下げしてくると思うんですね。はいはいはい。で、これが俺も何十回も言ってるように、今度これで、今もイールドカム、逆、イールドカムコントロール、YCC っていうやつな、あれが逆になって、逆イールドになってるんですよ。はいはい。これがこの9月の変動か、10月の頭ぐらいで解消に向かうんですな。うん、純イールド。要は、長期国債の方が金利が高いと。
短期国債の方が金利が低いと、うん、今は短期国債の方が金利高いわけですから、これ逆イールドって言うんだよな、うん、でこれが解消しだすと毎回リセッションと大暴株価大暴落ってことになってるんですね。まあそれちょっと一足早く、はいはい、やっぱり中東がもたついてるんで、中東がもうかなりややこしい雰囲気になってきたんで、やっぱりアメリカのダウンも売られると、はい、株価も暴落してると、うん、まあ一時的にね、アメリカだな、この9月のこの 利下げ、まあ日銀はこの間 利上げしたでしょ、レベルの、うん、はいはい、まあだからこれでアメリカが利下げ向かっていって日銀が利上げしていくと、でこれでその日本の金持っていってエンキャリートレードって言ってな、低い金利で日本から金調達してアメリカの株、はい、株買ったりアメリカに金を投資するというのもちょっとなくなっていくっていうか薄まっていく感じなんだね、はい、金利が均衡してくるから、うん、はい、だからアメリカの株アメリカインテルも大暴落してるやろ今、インテル見てみすごいことなってんぞ今、ほんとインテルとか、N メディアえインテル、インテル、どういうことなってんの、本当。じゃあなあ、もうちょっとアメリカの株はもうダメちゃうか、これ。うん、ああ。まあ、日本は、いっとき、本当だ、めっちゃ大、いや、本当だ、めっちゃ大暴落してますね、インテルね。ああ、うん。えらいことなってんだ、従業もだいぶ解雇して。で、雇用統計の嘘も剥がれ出してきたんですよ、先週ぐらいからな。ああ。で実際のアメリカの失業率っていうのは 4.3 とか言って出てきてるかな、 4.3 とか 4.5 って言って今までの全部嘘でしたっていうのが出てきてるのよ。だからかなり厳しいことになるんじゃないか、これアメリカはもう、うん、もうやばいですね、あすごい、この利下げ9月の利下げがなんかもうとどめさすっていう感じになってくるんじゃないかな、うんうん、まあ3回4回利下げしていくんじゃないかな、だからトータルで言うたらそうやな 1.5?ね、ぐらいまで利下げしてくる、うん、3回か4回で、はい、ってなって、うん、これもう完全にアウトですよもう、うん、で、そうですね、日経は高値どこまでいったんかな、直近は4万なんぼいったん、4万3000 4万4000、うん、4万2000どこらへん、日銀の高値、日銀の高値は日銀は今日銀は、高値、あ日銀だ、日経、日経、日経か、日経か、日経は今日経が 38,915 円ですね。いやいや、高値高値。この間直近の高値ですよ。何倍やったかな、まあ、わ。で、そっから大体高値から6,000、7,000、6,000ぐらいズドーンと落ちてるわけでしょ。うん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 。この間1日で2,000、はい、2000以上暴落したでしょ。はいはいはい。先週。日経そこね。先週。はい。あ、平均株価あった。あ、本当だ。今また下がってますね。これいやいや、だから、高値どこやった、高値、高値。あれ、なんだかな、まあ、ええわ。高値。まあ、ええわ、どうでもええわ。まあ、結構な投票率なんですよ。はい、ただ、はいはいはい、だから、うん、だからこれ、ダウンに引っ張られるんでね、ダウン、ナスダックに、日経っていうのは、まだな、くびきが取れてないからな。はい、うん、だから、これ、日米の金利差がこう縮まっていくと同時に、アメリカが、YCC が正常化するとともに、くびきが外れていくはずなんですよ。要はだから、うんうん、ダウ、ナスダックはひたすら落ちていくのに日経は持ち上がってくるってことになるかもわからんわな。うん。あで、いや、なんか、あれですね、高値で一番高かったのは4月11日に一番高かったですね、日経の。だからそこ何、いくらやった？4万2000だったと思うんですよ。今、まあ、はい。で、この区引きが取れると、はい。そやな、株価が、日米の株価が連動しない形になるんじゃうかな、うん。うん。おそらくな。だから、ひょっとしたら日経だけどっぽ、世界で唯一どっぽだかってことになるかもわからんし。うん。ただ、円高は進むぞ、はい。うん。円高は。うん。ドル、円高じゃないわ。ドル安やな。円が強いってことないんで、ドルが弱くなっていくって感じ。ドルが強いんだよ。はいはい。うん。っていう形かな。ただまあこれも言ってるようにいつも言ってるように2年か2年半まあ言って2年ちゃうか、うん、全部終わりやからなこれまとめて、うん、一緒やからなこれ、うん、なそれまで盛り上がるんちゃうかな日本も日経もうん、うん、だーっていく可能性はあると思うだろう円高とともにで円高で最後おしまい、はい、もう全部終わりみたいなで感じになるんやろなあ、それが欧州とアメリカを早く一足早くっていう感じですよ。日本より2年ぐらい進んで早くそっちに向かう、うん、中国も一緒ですよな。なるほどね。うん、そんな感じですよな。まあだから不確定要素がな
やっぱり中東の、はい、セックスが多すぎて、なかなかその株式もこれからちょっと当分乱高下する。うん、うん、結局マネーの行き場がないんで、結局は。あ、どっかに置かなあかんから。あ、そうですね、ドルの行き場所はないってことですか、ね、いやいや、だから株行くんか不動産行くんかゴールド行くんかっていう話になってくるじゃないですか。はいはい、うん、だからこういう不確定要素が高いときはやっぱりどうしても現物貴金属っていうのはね、価格維持しやすいんだよな、ゴールドなんかは。まあゴールドはそうでしょうね、すごい価格維持。日本円建ての、円建てのゴールドは12,700円とか800円とか900円という形でな、ちょっと押し戻されてるけどな。はい、ドル建てはドル建ては先週先週何やったかな、2400超えて2470ドルぐらいまでいってんちゃうかな。ああ、はいはい、そドル建てはな。うん、だから、これ、日本のゴールドがちょっと押されてるっていうのは、これ、ドル建てやからな、ゴールドっていうのは。だから円、うん、ドル安とともに、日本のゴールドはちょっと押し戻されてるか、押さえつけられてるっていうか。押さえつけられてるって状態なの、ね、ちょっとの間はやっぱりゴールド、シルバーっていうのは強いと思うけどな。うん、で、あとは、地政学的なリスクがないところにマネーが流れ込む。うん、アメリカも危険よねとかな、欧州もこれ、うん、欧州経済もやばいぞとかな、うんうん、でなってくると、もう中国なんかひどいことになってるでしょ。そうですね、日本人が金入ってくることないと思うんですよ。もうスイスとか、スイスもピークまで行ってるからな、うん、あれも。でまあ はい、株から土地から不動産から相対的に全部が安い、まだ、うんうん、まだあまりにも安すぎるのが日本やということになると思うんですよ。まあ、その円高があったとしても、ドル安があったとしても、それさっていても、ドル円が100円としても、ドル円100円でもまだ安いと思うんですよ。青い目の人らから見るとな、まだ日本は安いと思ってると思うんでね。まだ日本。あとはまあ、安全。うん。資産投資先としてはね。うん。そんな感じになってくるから、日本に金向かってくるんちゃうか、これ。うん。こうなってくると。なるほどね。うん。それが、はい、まあ、現状の未来予想って感じですね。まあ、中東は一回、まあ、皆さん見てみたらいいですよ。もう本当ね、なんていうか、もう聖書の通りに行ってますよ、あれ。もう、きな臭い匂い、プンプンしてますわな。ていうか、もう、早うやれ、早うやれって感じですよ。なんででも、まあ、なんでこう、やっぱり一番やりやすいからなんでしょうね。やりやすいっていうか、この聖書通りになるのは。何やりやすいんですかね、その、中東の、状況とか、要は、一番、要は、なんだろうな、まあ、ちょっとその、聖書通りになってるって言ってるじゃないですか。だから、予言があるからですよ。ああ、予言があるからもう予言通りになっちゃうってこと。だから、成就したいっていう意識が、集合意識があるんだと思うんですよ。ああ。キリスト教の中に。なるほどね。なるほどね。この予言は成就しなければならないっていうかな。ならないっていう感じだ。いう人らもおるやろうし、支配者、なんていうかな、その、いわゆる金儲けしてる方から見ると、成就しなければならないわな。例えば、武器売る、うん、武器売ったり、薬売ったり売る方な、うん。うん。武器と薬やな。これは成就しなければならないと思ってると思うんですよ。うん。IT やもな、うん。で、一般の庶民は成就するもんだと思ってると。あ、はい、するもんだ。キリスト教の世界ですからな。うん、なるほどね。まあ、いつもの動画としてそこが根っこになってるんですよ。まあ、結局そこが、そこの根っこの部分は変えられないからな。で、その元に、元というか、そのまた別個に、別動部隊というか、ね、数は少ないけど、ユダヤっていうのがあるわけですから、また。そうですね。うん。だから、ユダヤから見るとどうなんでしょうか、みたいな話だ。旧約聖書から見るとこれどうなの、みたいな。うん。うん。ただ、やっぱここで神がもう一回再降臨するっていう形は取りたいんやと思うんですよ。うん。聖書の通りやから、それが。まあ、そうだね。そのタイトル、ね、うん。そういうことになってるんやと思うよ。うん。うん、なるほどね。はい、それが、だからもうあと1年ぐらいで成就してしまうんじゃん、この勢いでいくと。ねえ。うん。うん、じゃあ、それがワールドは、その第三次世界大戦に突っ込むんかったら、それはないから、うん、あそこだけで火種は収まんねんけど、うん、あそこ、中東の問題の話ですからな、聖書っていうのは。ね、はい。聖書の中には、第三次世界大戦なんてないんで、中東の話ですからな、あれ。はい、そうですね。うん、ただまあ、その、今日の話で言った原油、最初に言った原油であったりとか、
はいはいはい、ね、その、まあ、穀物も含めて、そのシーレーンみたいなやつ、その要は、インフラですわな。はい、これが寸断され出していくと、世界経済も全部こう、なんていうか、影響を受けるっていう形になるのか。だから自国、自給、自分のところで自給するっていう方向みんな言ってるわけですからな、これ。輸入に頼らないっていうかな。はい。どこの国もそれやってるわけですからね、今。はいはい、はい。そういうことですよ。中央銀行がゴールド集めてるのもそういうことですし。そうでしょ？全部はそういうことですよ。うん。一回これ誤破産なの分かってるわけですからね、もう。まあ、それまで、なんていうかな、宴？宴なんだ。そのまでの間、最後の宴。で、はい、彼が、今。あ、うん、あ、なるほどね。はい。それのアメリカはもう、ガシャっていく兆候が見えてきたって感じですよ。はい。ね。はい、こんな感じでございます。はい。前半終わりでございます。後半でございます。はい。後半毎回やってる、あの、テーマでございますね。で、言っても日本の経済的な話というか、その、株価の暴落っていうのは今日の話でいろいろと言ったので、まあ、それはもう終わっちゃったので。暴落っていう、だって、ねえ、ちょっと前からしたらまだ高値維持してるからな。ああ、まあまあ、うん。ただ、こういうボラがあるというか、この、なんちゅうかな、うん、あのな、それはもう当然、買い一辺倒だけで入ってる人にとってはな、はい、こんだけのボラリティっていうかな、ここ上下乱高下するとやられやすいわな、そら、うん。ビビって逃げてまうからな、やっぱな、損切りなんかしてしまうしな、だからやられやすいけど、あのな、株っていうのは下げても儲けようとするやつがおるわけよ。空売りかけてくるやつが。うん、特に外資なんちゅうのは、青い目の連中のファンドっていうのはな、どっちでも儲けるんです、はい、あいつらは。ああ、うん、一番おもろないのは動かんやつなんですよ。ああ、上がっても下がっても動きゃ動くほど毎日儲かるんですよ、あの連中は。まあ、口ですからな、これ。ギャンブルですからね、うん。だから逆から見たら、暴落は暴落で儲かる。博打ですから、賭博場やから。賭博、まあ、公式のね。ただね、30年前の日本のバブル崩壊知らん人らが今市場に参加してるわけですよ、若い人らもな。まあ、若い人です、そうですよ、ね。ああ、岸田に踊らせて兄さん減ったくれや言うてな。あの暴落知らんのですよ、恐ろしさっていうのが、うん。で、今兄さん入ってるな、そういう若い人たちは、うん、この乱高下びっくりするんちゃうか、これは何やみたいな。1日で何千万吹っ飛ぶっていう世界を。え、経験したことないですもんね、から。うん、まだまだこんなもんじゃないぞ、上下は。また3000円上がってみたり、3000円落ちてみたり。っていうのを経験する、ジェットコースターよ、うん。経験することになると思うぞ。はい。そんなとこです。やめといた方がいいよ、こんなとこに参加するのは。はっきり言って。もういらんもんやと思って置いとくんやけど、俺も持ってるけどな。なるほどね。うん。もう別にこれはいらんもんなんやと。マネーはな。うん。もういらんもんやと思って掘り込んどいたらいいんですよ。もう現物ね。レバレッジかけんと。うん、ね、はいはいはい。現物で、現金で買って置いとくと。もうそれでいいんですよ。もうなくなったらなくなったらええやろと。それぐらいでやるもんですからな、これ株っちゅうのは。そんなあたふたしてやるもんちゃうから。はい。なるほどね。はい。次行きましょう。はい。はいはいはい。何やったっけ、テーマ。日本の大暴落はもう OK。日本経済も OK で、経済的な話をしましょう、僕はって話で、昨日は。話聞いてますけど、あとは、なんか、これ毎回言ってることなんだよなと思って、考えてから行動で、これからの時代は役立ちません。とにかく動きながら考えろっていうふうに言ってましたね、LINE ではね。それ一番大事やな。だからそんな、ゴールドがええとか、シルバーがええとか、不動産がええとか、そういう話は、二次的な話。うん。あくまで。うん。一番は、やっぱり、自分自身のその、なんちゅうのかな、うん、投資みたいな話でいくと、自分自身への投資っていうか、スキルを上げるというか、考え方を、なんて、ね。はいはい。なんていうかな。うん。自分への学びとか、あとは、まあ、その、自立というかな。自分で立つというのもあるけど、自分を律するっていう方の自立。自立、二つの自立やな。ここがなかったら、そんなもん、ゴールドや株や不動産やっていう話じゃないと思うねんな、今回のは。うん、最終的には、うん、自分がどうにかならないとどうにもならないみたいな、まあ、結局自分自身の問題ですからね、全部に関してね、うん、そこがより際立つんちゃうか、だから考えてても何も進まん世界ですよ。まあまあまあ、それはよくまっちゃんが YouTube でも言ってるじゃないですか、 YouTube の話でもますます今から、
ますますね、うん、完全にそうなってきた。もう行動してから、うん、行動して思考が変われば、仕事が変われば全部変わるからね。やっぱり根元はそうじゃないですか。だからいわゆる何かをするときに、うん、行動、頭で考えて行動計画練って何かやるっていうような形では難しいですよ。難しいでしょうね。なる、必ずそうなります。っていうのは今までの経験則、うん、過去の経験則がもう通じない、うん、要は枠組みがなくなっていくわけですよ。そうですね、固定観念と枠組みがなくなってきます、うん、方法であっても、まあ、法であっても、まあ、通貨であっても、法であっても、もう経済的なもいろんなものをひっくるめて、で、あと、まあ、概念、価値観、うん、概念的なもの、うん、まあ、宗教的なやつもそうやな、さっき言ったキリスト教的なもんもな。だから何もかもが根本からその囲いがなくなるから、うん、だから、経験則は通じないんですよ、もう。いや、経験則も古くなってますからね、経験もね。だから、頭の中で弾く計算、考える計算っていうのは過去の計算、経験則に基づいてますからな。そうですね。うん。それがないんやから、頭で考えたって思い浮かばんのよ。本当に。うん。うん、もうそうなってきてるんですよ。うん。実際その、結構実体験してる感じなんですか？やっぱそういうふうに。いや、もうなってるやろ、すごい今もう。例えば具体的に、まっちゃん的に具体的にどんな感じなんですか？その過去の経験が、役立たないなと思ったのって。まあ、俺は早いからな、ありとあらゆることが全部、まあ、3年、4年前ぐらいからずっとそんな感じだけどな。ああ、なるほどね、なるほどね。先にして、うん。だから、やることの同じ何かの、同じ何々業みたいなやつってあるでしょ？なんとか業っていろんな商売あるやろ、例えば。極端に言ったら病院でもそうですよ。病院っていうのは何するとこみたいな。あ、またやります。その枠を取っ払ってるから、俺の場合はもう4年ぐらい前から。もう全然違うとこ言ってるけど、うん、その概念持ってるときついぞ、これ本当に。うん、固定概念持ってる人ってことですよね。だから、こういう業界はこういうことするもんですとか。うん。な、まあ、それは、老害にたくさんいますね、そういう人はね。うん、それ、相当厳しいと思うわ、これもう。うん。うん、結局、固定的な考えで、固定的な思考でやってくる人は、もう人生終わった時に、ね。あと、だから、その、今までは、その、業界の垣根を取っ払って、ね、交流して、枝を、はい、取っ払って、いろんな新しいことやっていくっていうのをやっとったわけな。やってたよ。やってる人は持ったわけですわ、はい。でも、こっから先は個人がそれやる感じも、なってる。個人戦になってきますね。だから個人戦から今度はそこ個人で、本当によく言うまっちゃんが好きな人同士が結んで、なんだろうな、一緒にやりだして。あとだから何かを決めて、はい、行動計画みたいなものを何かを決めてみんなではいこれやりましょうって言ってもうまくいかん世界ですよ。ああ、それはないでしょ。だから、いや、その人のミッションじゃないですか。うん、その人の持ってるミッションというか、なんか何でもええから動いて、みんなが動いてるとこに人が集まって固まって、うん、なんか、なんていうのかな、うん、まあ、そんな大したことない話をしながら遊びながら、うん、あ、これあなたやってね、あなたが私これやるか、みたいな。なんかそんな感じですよ。あ、うん、でも遊びながらやるってのはその通りかもしれないですね、やっぱり。うん、うん、そんな感じやね、なってきたな、うん。うん。完全にもうそっち動き出してきたね、だからみんながな。うん、なんか遊びながらワイワイやっていくっていうのはすごく感じますね。うん。だからトップダウンみたいな感じじゃないんですよね。リーダーがおって、あなたこれやりなさい、あなたこれやりなさいでもないんですよ。うん。それぞれの人らが私これやります、これやりますみたいなな。はいはい。そんな感じになってきてるよな。遊び方一つにしてもな。そうですね。それはすごく感じますね。はい。うん。だから、どんな感じってなぁ。なんじゃったんやかな。あんまりその、そこに、会社やったら、例えば、会社の中に集うっていうのは一つ利益上げるっていう目的があるわけでしょ？そうじゃない感じの組織体中が集まりみたいな。うん、それが力になっていくやろな、多分な。うん、目的のない世界。全然、はいはい。目的ないけど、やってればなんかそうなったみたいな。そんな感じちゃうか。だから純粋なんやろな、多分な、ものすごい人が純粋、なるほど。なんかそこには利己的なもんもなけりゃ、利己的なもんもなければ相対比較もないみたいな。それぞれがそれできることをやるみたいな。そういうイメージじゃなかった。なるほどね。はい、管理職いらんようになるんちゃうかな、会社ほんま。見事に。
なるほど。見事にいらんと思うだもん。社長もいらん。社長もいらん。あ、そう。社長もいらん。社長もいらん。いらんようになってると思う。うん。完全な個人になってくるってことね。はい、いや、個人というより、自立した人ですよ。自立した人。自分でしっかりとした信念とか意識を持ってる人が固まってる。だから、よく言うやろ。会社の中でやったら2割の人が仕事できて、7割の人がまあ適当、まあまあ、まあどっちでもええかみたいなことって。ああ、まあよく言うパターンですね。でね、残りの、まあ6割か、真ん中の6割ぐらいがまあ、まあ、まあ、なんていうかな、当たり障りのないみたいな。はいはいはい、で最後の2割はどうにもならないやつがぶら下がってるみたいな。はいはいはい、これじゃなくなると思うんですよ、だから。全員が全員262じゃないっていう感じ。まあ、あるんやろ。多少はあるやろうけど、はい、多少はあるやろうけど、それぞれが何かの役に立ってるって感じは。はい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 、はい。うん、ぶら下がってる人は、もういたたまれようになると思うぞ。いや、もうぶら下がってたら、もう焼けたらくなってからダメでしょ、うん。居場所がないって感じになるんだよな。はい、その典型例が役所ですわ。どん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 上がどんどん衰退してきますからね。なんか面白ない話やな。はい。面白いない話かもしれないけど、でも、まっちゃんがよく言ってるような。まあ、俺、いつも言ってる話やから、もう、大体が。もう毎回、まいちゃんがそれ言ってる話ですからね。だから、YouTube 見とくれば、やっぱり。話す内容的に何を話したいかな、じゃあ今日は。はい、行きましょう。今日は何を話せばいいか。そうね。だから結局のところは、その、いや、でも、やっぱり、マインドじゃないですか。心と健康じゃないですか。全ての問題は。やっぱり。うん、結局、心がちゃんと整ってないと、その、どんなに、なんだろうな、やったとしても、行動、やってくれって言って無理じゃないですか。バッターに言うように。結局。だから、食事をしないといけない。ちゃんと食べ物を、取り入れるものもきちっとしないといけないとかってあるじゃないですか。よく言ってますね、まっちゃんとかも。なんか食べ物をちゃんとしっかり取らないといけないっていうか、やっぱ自然を大事にしろっていうか、自然系っていうのもそうですし、やっぱりしがらみなしでやっていけっていう、都会じゃなくて環境を変えろっていうのも、全くその通りだなと。まあ実際でもあれですよね、まっちゃん自身環境を変えたから今があるからね。要は。環境全てが環境次第ですもんね。どうでもええことをなんか一生懸命にこう、やる力違うかな、はい、多分。ああ。それのような気がしてならんな。うん。もうなんか、こうあるべきだとか、こういうふうにしなければいけないみたいな、が、うん、こう、きつすぎたかな、今まで。平成は特にな。平成。昭和はそうでもなかったんやけどな。うん。もうそれに耐えきられへんようになった人がいっぱいおるから、今も。まあ、常識にね。常識に縛られちゃってるっていうか、思考に縛られてるっていうかね。だから、何か仕事のあり方もそう違うかな、うん。もうこういう時動いたら何で楽しいかっていうと、今までになかった価値観を提供できるわけでしょ、うん、うん。でしょ、はい、今まではできへんかったことですよ。それがどん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 できるようになっていくからな。まあそうね。今面白いぞ、これ。本当。まあ、確かに、今できなかったことができるようになった。だから、ね、バカバカしいことを必死になってやったら何でもできますよ、多分。だからバカバカしいことに注目が集まるんちゃうか。そう。バカバカしいことの典型って何か言うたのか、うん、一番の代表格言うたら、芸術やからな。うん。うん、絵画もそうやけど。あれほどバカバカしいもんないからな、はっきり言って。うん。うん。人によっては全く価値ないもんやし、人によってはものすごい価値になるもんやしな。うん、そういう感じですよ、だから、うん。芸術的なもんですよ、意味合い的に言うとな。それを何かの、何、はい、かをこう、いろんなものが、すべての産業がそういうふうな感じになっていくんじゃないか。奥深いもんな。うん。奥深いですね。学問とか教育の世界もそうちゃうかな、多分、はい。今までの教科書の教育じゃないわけでしょ、もう。まるっきり。はい。だから要は結局歴史も変わるし、状況も変わるし、そうですね。全然違うとなる。ある意味教育っていうのはテキストのイラン教育になっていくからな。あ、まあそれはそうですね。なりますね。教科書のない学校みたいな感じだから、だから。ああ、うん、確かにそれはそうだ。うん。そうね。だから相当面白いの、これ、ほんと。うん。うん。時代の変革ですからね、全部ね。うん。うん。はい。時間が変わ、まあ、要は、結局なところ変わるから、変わるってことは、結局、積み方も変わるし、うん。でも、根本的に、ああだこうだ言って変わらないものもありますよね。
例えば？いや、例えば人間の付き合いもそうじゃないですか。こう、リアルでこうやって会うっていうか、その行動、自分自身は変わりますけど、リアルに会って、リアルに人と話すっていうのは変わらないです。変わらないじゃないですか、結局。うん、でも思考だってとか考え方とか、行動パターンも変わりますけど、でも結局アナログで会う人と会って、人と話したりして、で、最終的に対話をするってことは絶対なくならないじゃないですか。うん、こんなコンピューター発生しても。そうなってくると、やっぱり人間付き合いっていう、うん、そのアナログの部分は大事なんだよなってはすごく思いますけどね。もちろんどうも、うん。だから、どっちがデジタルかとかアナログかとかそういうもんじゃないしに、デジタルなんていうのは、いいようにうまいこと使うっていうだけの話ですよ。機械ですから。まあ、要は利用するってことですよね。うん、それだけの話ですよ。だから、うん、インフラとしては、その、確実に、うん、確実にインフラとしては進化していってるんでね。いろんなものは。だそういうものをうまく取り入れて、はい、うまく使いこなしながら、うん、なんていうかな、使いこなしながら、また発展させていくっていうかな、うんうん、便利にさせるってことやな。そうですね。うん、だから、ただ、その現実的に人間が体を動かす、手と足を動かして何かやる作業は、不便さを求めてると思うんですよ、もっと、多分、うん、人は、うん。そっちは不便なものも出てくると。不便がいいよね、みたいな。不便がね。いちいちめんどくさいやつあるやん。畑もそうやけどな。はい、はい。稲作もそうやしな。ああいう、なんていうかな、手間暇かけるもの。はいはいはい。技術もそうやもな。はいはい。それはそれでさらにまた進化させるって感じになるん違うか。ああ、なるほどね。うん。うん。そう違うかな、多分。うん。確かにね。それを融合させていくって感じ。だから融合ですからな、テーマはな。今回は。融合、ああ、うん。破壊と再生っていうことやけど、まあ、これそれは西洋から見た破壊と再生やからな、終末論やから。我々東洋っていうか日本人っぽい人からすると、破壊と再生というよりは、うん、うん。古いもんと新しいもんの融合融合体、うん、っていう感じになっていくと思うんですよ。日本の場合は古いもん取り戻そうという意識が強なるんやろな。うん、古き良きね。そこを取り戻したいっていう、こう、思い、魂が思いが、ものすごい湧いて出てきてるやな、今もう。行き過ぎたから。うん。あとはそこを融合させていくっていう形になるんやろな、多分。まあ、でも、根本的に変わんない部分が多いからね、結局はね。うん。でも、やっぱり、意識的なレベルが変わってくるよな、っていうのと、あとは、よく YouTube で言ってる、その富裕層だったりとか、そっち系の、プラスの方になってくると、まあ結局でもそこでも最終的にはアナログだよねっていう風になってくるしね。でしょ？違うの？まあな。でしょ？まあな。最終的にだって、まっちゃんもまあ富裕層クラスですけど、その富裕層側身の人だって昨日もちょっと、まあ半分富裕層の方と一緒に飲んでたんですよ、夜遅くはね。で、話聞いてると結局アナログだよねって結末でしたよ。結局だからアナログデジタルっていう話じゃないけどな。ないんだけど、ただ。それもおかしな話じゃないけど、別に。おかしい話なんだけど、でも、ほら、俺とか AI やってる人間だから、そうなんですけど、で結局、なんか、そのデジタルとアナログっていうところで、分けて考えてしまうことが多いんですよ、癖でね。で、そういうわけじゃないんだけど、うん、でもどっちかっていうと、コンピューターじゃない世界が一番いいよねっていう結論に至るんですよ、やっぱり。それは知らんけど、俺はそういう AI とかやらんか全く分からん世界やからな。分からないですよね、分かんないけど、ね。俺そもそもデジタルの世界じゃない人や、もともと。まあまあ超アナログの世界だよ。アナログの住民やからな、もともと。超アナログの住民じゃないですか。俺その番走ってる人やからな、まだ。超アナログの住民がよくまあ超、この YouTube とかライブ配信をしてるんだなっていうのはちょっと笑っちゃうんだけど。だからあんま関係ないと思うぞ、そういうのも、うん。あ、本当に関係ないかな。うん、関係ないと思うぞ、全然。本当ですか。うん、やっぱり、なんやろな、なんちゅうかな、どんな状況であれ、何がどうあったって、自分の思い通りにそっちへ持っていくみたいなな。楽しく持っていくぞっていう。そこの問題でしょ、そういうって。その信念、うん、信念ってことじゃないな。もうそういう考え方というかな、あり方というか、準備というか、うん、そこやと思うけどな、もう単純に。変幻自在、自由自在みたいなな。さあ、最近ちょっと何しようかなと思ってるけどな。何したらええ、愛ちゃん、俺。何したらって、今のままでいいんじゃないですか。え？今のままでいいんじゃないですか。いや、もっと、なんかこう、やりたいねんけどな。何しようかな。もっとやりたい。あのね、まっちゃんね、やりすぎるとまっちゃんの場合、大暴走するからやめた方がいいっすよ。
まあ、ほんと俺が一番好きなのは、もう海の上のが一番好きやから、俺も。ほんと。海の上で一番ゆっくりしていただく。プカ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 浮いてるのが一番楽しいから。まあ、ありか、いいかなとは思いますけど。なんでなんやろな、俺。あれ揺れてるのが好きやから。そうね。そうね。もう海の上おると幸せで幸せでな、もう。ちょっと、ちょっと潜って、サザエでも取りに行ってこうかなと。アバエビとか。もうだってもう完全にまっちゃんは海の人じゃないですか。もう海しか興味ないよねって、まずね。非常にそんな興味ないよねって。うん、だから、なんやろな。もし、今、俺が一文なしになって、一文なしになって、一から何かせえって言ったら、もう漁師やな、間違いなく俺は。一日中海の上降りたいから。漁師しか思いつかんわ。漁師が一番って感じですね。だから、ちょっとな、いろんな事柄で、そういう第一次産業、要は農業とか漁業とか、まあ養殖もひっくるめてな、これとか、こういうもんと、医療介護みたいなもんとか、はいはい、あとは他の産業なんかもこうくっつけていくっていう感じ。それは考えて意識して何かやるんじゃなしに、なんかちょっと動いてやってたら、なんか一緒にくっついて何かやってるみたいな、そういう方向になると思ってるんですよ、俺。ぼやーっとそんな気がもう、なんか分かるんですよ、やってて自分が動いてると。これいいよね、みたいな。これ健康のためにはこれいいよな、みたいな。そっちやろな、多分な。融合ですわ、ほんと。思いもよらん業種がくっつくみたいな。なるほどね、はい。それは今までにあったそのコラボレーションとかそうじゃないと思うねな。ああいうもんじゃないと思うんですよ。もうミックスされたもの。一緒になってやるけど、ミックス、勝手にミックスになってしまったみたいな。これ普通はね、別に違和感ないし、みたいな。はいはいはい。で、どっちがどっちの会社の人かもようわからんみたいな。そんな世界ちゃうか。ああ、でもあるな。確かにそうだね。今そうなってるからな、俺の周りは。だんだん。ね、そういう感じやろな、多分な。そうですね。そういう感じですね。感じなのかな。そうだね。だから全てが全部一字が万字言葉で表現しにくい世界になってるのよな。あ、そう、だからなんかよく、まっちゃんもよく YouTube で言ってますけど、その、やっぱ言語化ができないところにし、があるんだよねっていうのはありますよね。だからそれを言語化せえって言った、言語化せえって言ったものがエビデンスとか。そう、エビデンスも苦もないから、正直。論文書けとかな。そうそんな世界じゃないからな。ないから、そう、精神界の世界だから、この話。精神界というより言葉にならないもんってあるんでしょ。あるあるある、いや。大体こんな感じみたいな。大体こんなふわっとしてる感覚はあるんですよね。まあ、それをもう。そっちの方が大事というか、大きいというかな。大きい場合は、ある。かなりある。なあ。だからそこも半分半分というか、ちょっとそっちを多い目に取り入れていった方がいいよね、うまいこといくよな、これからはっていう感じだから。なんか今日わからんテーマな、これどうやってテーマ何にすんの、ね、ちょっとなんとか愛ちゃんまとめてくれ。何のテーマまとめる、今日はなんか日銀がどうのこうの暴落してますよって話と、まあ、あんなどうでもいいことでしょ、別に。あとはとにかく動けっていう話。上がったもんは下がるし、下がったもんは上がる、ただそれだけの世界ですから。その考え方で行動で役立たないけど、とりあえず動けっていうのが今日のテーマだったと思うんですけどね。まとめると結局のところ、どんな思考を固めて戦略的に持ったとしても、時代が動きまくっちゃってるので、ない、ちゃんと、まず行動しなさいよっていうところなんですけど、ほとんどの人は行動しないよねっていう。もうだいぶ手遅れに近いぞ。だいぶ手遅れなのか分かんないんですけど、ただ、これはちょっと、本当、もう始まってなあかんぞ、やっぱり。もういよいよやぞ、これ、本当に。だから行動しない人たちがあまりにも多すぎるんだけど、行動しなくて愚痴を言ってる人たちがあまりにも多いんですよ、世の中で。もうどうしようもないよ。
今日は言い方悪い、きつい言い方するけど、うん、うん、どうしようもない、何もしなくて文句言って人のせいにするのはもう無理やぞ、これ。結局なんだろう、人変わりたいんだったらお前が変われよと、お前の行動しろよと、じゃあ何行動すればいいんですかって、失敗を恐れずに動けよって話じゃないですか、結局。うん、でそれを、まあ、まっちゃん的に言うと、そういう時代を、まあそうだ、根本的に全ては、その歴史から始まれって言ってるから、結局そこ。だから、イメージ的に言うとな、さっき言った融合って言ったでしょ？融合ね。個人レベルで行くとな、融合でありな、救済みたいな話ですよ。また何か、救済か。救済か。PK 入るね、結構ね。だから、ほんまと融合であり、救済であるっていうから、だから、思いもかけない人と出会って自分がこう変わってしまう、変わるとかな。覚醒するとかな。でも誰と会うのは重要よ、やっぱり。これからは一番そうなるよ。うん、どこにおるかっていうことですよ。どういう人たちと一緒にいるか。本当に誰と付き合う、どういう思考の人と一緒に常にいるかとか、うん、あと周りの人にどういう人をつけてるのか。要は、相手の力量に合わせて自分も変わっちゃうから、結局相手を見定める能力も大事なわけです。どういう組織におるかとか、何々大会社におるかとかっていうのは重要じゃないんですよ、もうこれ先は。もうないね。だからよくね、まるまるの大手にしまいました、独立しましたって、どうでもよくて、正直。どういう人たちとやっぱ絡んでるかってことですよ。そう、うん。どういう思いを持ってるっていうかな、そういう人たちと一緒におるかということですよ。そこが最重要ですからな、今回は。そうじゃないと前進めんぞ、ぶら下がってるやつばっかり通ったら足の引っ張り合いして。うん。そう。それはすごく感じますね。うん、だからある一方で愚痴と悪口と不平不満と足の引っ張り合いしてる人らがおるとこと、うん、自分で自立して自分で率先してみんながそれぞれ分担してやってるところと分かれる、うん、ああこんな感じになるんですよ、うん、だから早い方がええぞって言ってんねんけどな、はいはいはい、ほんとな、うん、もう今スタートしてなかったらちょっと遅いと思うぞ、もう実際に動きがもう、はい、うん、はい、もうここから 2,3 年は相当楽しめるかな、それできてたら。な、本当にそこ準備をもう本当にね、しないとダメだってのはその通りだと思いますよ。これからの混沌をむちゃくちゃ楽しめるぞ。何でもありやからな。思うがままやからな。物の言い方、本当に言い方だと思います。あとはまあ救い合うってことでしょうな、うん、あ、それはどうでしょうね。うん、助け合う、新しく助け合いの出会いっていうのが出てくると思うわ、多分。まあまあ、それはありますよね。うん。うん、だから、その助けられたと思ってる人にとっては、この人なんてすごいのと思っちゃうみたいなな。とか、そうね。まあ、お互い様でございますみたいなとかな。まあ、お互い、それは、うん。あっちゃこっちゃでそういうものが出てくるん違うか、これ。もう今出てきてるけどな。それは出てきてますね。うん。うん、だからそれはなんでそうなったんかって言ったら、多分はい、その人の心がこう改まってるからですよ。見えるようになってるんですよ、そこをね、はい。今までの閉ざされた心じゃなしに開いてるから見えるようになってきたってことでしょ。うん、そういう人との出会いも出てくるしな、当然。はい、まあそんな感じでございますよ。今日はちょっと短いけど。はい、そうですね。久しぶりのライブでございましたけど。毎回、まっちゃんはライブは得意じゃない感じですか。なんでもええけど、これは再生数ちょっと伸びひんな、これな。内容が悪いな、これな。わかんないよ。テーマ決めてくれたらええねんけどな。毎回同じ話なんのよな、これ。結局だから、まっちゃんの最終的なゴールは毎回同じじゃないですか、全部。だから違う内容にはなんないから、結局根本的に持ってるまっちゃんの根っこの部分は同じじゃないですか。っていうのはすごくありますと思いますけどね。はい、それで。じゃあまた、その新しいテーマとかも考えますわ、本当に。毎回考えへんやろ、言うてんのに。考えますよ。考える。本当にもう。テーマさえ考えてくれたらな、いくらでもやれんねんけどな。まあ、あとはもう本当に、もう、あとはまっちゃんの合うテーマが重要ですからね。何でもいいよ、何でも、何から何まで大丈夫だよ、俺は。オールラウンダーやから。あ、本当ですか？あれなんか、嫌いなテーマもあるって言ってませんでした。例えば？例えば、普通に関係ないデジタルのことについて俺は知らないから無理無理って言ったの。ああいう俗っぽいつまらん話は嫌なんよな。でしょでしょ？だから要は結局、みてえなその偉大的な宇宙的なテーマ。いやいや、もっと本質の話だったらええんですよ。何でも金融でもええけど。
もうつまらんのですわ、俗っぽいやつは。ああ、要は一般的な金儲けができるみたいなつまんないよね。そんなやことや、かんなことやったらこれ何の意味もないから。結局、だから要は結局、その心理だったりとか根っこの魂というか、そっちの方に響くようなことだよね、結局ね。うん、響くというより当たり前の原理原理だよね。でも、結局、言葉、言葉とかを解析していくのもいいかもしれない。日本の言葉。ああ、そんなのいいよ。いいよ、いくらでも。言葉だとかってそうじゃないですか。だから、この意味の意味というのはこういう意味があります。何通りにも取れるものもいっぱいあるしな。ありますよね。そっちの方が多分、マッチャンがあるかもしれない。うん、日本の言葉だって、意味があるから言葉だになってるわけじゃないですか、ちゃんとした。うん、で、結局、言葉だって、皆さん知ってるようで知らないと思うんですよね。四字熟語もそうだし、ああいう言葉。まあ結構、まあ日本流に変えてるけど、もともとは大陸から来たやつ多いの、あれ、ほんと。あ、そうなんだ。あ、でもその人は結構面白いから、うん、結構その辺のトピックで良い四字熟語。そういういい質問してくれたらな。そういう、まあ、いい質問を。いや、お前、逆を言うと、よく言うと、おい、アイコ、お前、ちょっと質問、いいの質問よこせ、みたいな。あれ、ことわざっていうのはどちらかというと、ほんと大陸から仏教とともに流れてきてるもん多いから。あ、いや、そうなんですか。そうそう。それ知らなかった。それを日本のこと、日本の、日本列島っぽくアレンジはしてるけど、もともとはあの、うん、大陸からですからな、あれ。うん。じゃあ面白いな。じゃあ四字熟語を使ったやつをやるのはちょっとワンチャンおもろいですね。なんか。うん、ちゃんと自分も勉強しておいてよ、その質問する限りはな。はい、あ、いや、でもね、それはね、個人的に。個人から質問されたら困るからな、俺も。それは四字熟語に関してはめっちゃ興味あるんですよ、個人的には。やっぱり、あれは意味が詰まってるじゃないですか、一個に集合してるので。うん。あれは結構俺の中では勉強になるんだろうなと思って。まあ、そういうとこちょっと知りたかったら、じゃあ、次回まで講師おるでしょ、講師な。うん。講師をしっかり勉強しておいてくださいよ。うん。講師ね。はい。まあ、老子は言えば、講師で言えば、ちょっと勉強しといて。ほんとは代打つかめますわ。はい。はい、で、それ、勉強した上で質問して。なんか、四字熟語を突然質問されても、学校の先生みたいな、子供と学校の先生みたいな話になるかな。そういう中国のか、中国の、うん、中国じゃないな、あの時代中国のがないから、大陸からこう、怒涛のようにこう、流れてきた仏教。あそこをちょっと調べていったら、大体分かってきますよ。ああ、いや、仏教とか、こっちの方だったら、まあ、戦略的にも経営的にも面白いんだよね。面白い内容。根っこの仏教な。そうそうそう。空海とか、穴ちゃうぞ。まっちゃん、ほんとこの辺大好きですよね。詳しいですよね、めっちゃね。そこが面白い、一番やっぱり。やっぱり歴史一番面白いよ。うん。本当に面白いですよ。すべてが詰まってますから。その根っこのところを歴史を勉強してますからね、はい。今日はちょっと上辺のつまらん話になりましたけど。はい。皆さん、今日はこれぐらいでもう。はい。よろしくお願いします。質問が非常にまずいんで。俺の視聴力を高めろと。わかりました。はい。ちょっと歴史的なこと自分で勉強してみてな。で、わからんこと質問してくれる。ソロンは絶対面白いよ。奥の深いところに。はい。わかりました。了解です。はい。はい。じゃあ、次回またよろしくお願いします。はい。じゃあ、そうです。はい。失礼します。募集、ええわ。10月まででしょ。10月のあれは。いつでもいいからね。はい。10月の平日に、釣りのクルージングを大阪の方でやるので、はい。それを、1日かけて、1日2日のプランを用意して、なんかやりたいです。はい、船酔い、私、船酔いしませんから大丈夫です。お料理大好きですって言うと来てくれたら、ちょっと助かる。こんな感じで、ぜひ来ていただけると嬉しいと思います。はい。じゃあ、そういうことで。ありがとうございました。ありがとうございます。